東京都知事選開幕国示日から大荒れということでですね、こちらについて触れていきたいと思います。はい。えー、東京都知事選2024始まりましたということでね、もう右のね、えー、右の写真見ていただければわかるんですけど、もう前代未聞の都知事選になってしまいましたね。はい。 まあ、おそらく、まあ、木曜日にね、都知事選スタートしたんですけども、まあ、今週の日曜日まで、まあ、この4日間ぐらいは、まあ、ひたすらポスター問題、ワイドショーとかもポスター問題が取り上げられるのかなというふうに思うんで、一旦政策の話とかは今週に関してはもうなくなるかなというふうには、えー、思っております。だから今まではね、もうあの政治活動期間中に関しては、小池 VS イエ蓮舫、そして、おい石丸さんもっと取り上げろとか、まあ、そういったね、えー、感じの流れだったんですけども、まあ、ただですね、まあ、そういったところも関係なく、ひたすらちょっと別話 の、ね、ポスターっていう、えー、ところがねどんどん触れられていくのかなっていう風に、えー、見てて思いましたでまあ今日はねちょっと現場の様子とかそういったとこもお話をしていきたいなと思っております僕は、えー、と告示日に関してはもうずっとね都庁に、えー、張り込みまして、まあ、各校舎がね立候補の手続きをするんですけども、まあ、そこの場所で、えー、ずっとね、まあ、どういった方が出てくるのかとか実際お話を聞いてみたりとか、えー、そういったことをやっておりました、はいえー、過去56人、えー、立候補されたっていうことでまあ都知事選ね過去最高の、えー、人数になってます ておりますはい。で まあ僕はね、言ったら、国示部の前日に、まあ、ちょっと予習する意味で、57名全員の紹介しますという動画を撮っていたんですけども、えー、最終的にそこからちょっと変動がございまして、えー、56人になりました。で、一応出なかった人でいくと、えー、山口節夫さん、えー、佐々木信夫さん、この2人はよくね、まあ、いろんな選挙にあの出るって言っては出ないという、まあ、この常連組ですね、はい、立候補詐欺の、まあ、常連組がまあ2人出なかったと、あと小西達也さんというね、まあ、の翻訳家の方も出なかったですね。 はい、そして当日急に現れた人としてあの,まあ,あのね僕も本んと掲示板「ひまそらあかね?」っていう感じでね本当にびっくりしたんですけどもだからねあの現場もざわついてました。 もうあれあれ本当にでまず「ひまそらあかね」って書いてるってことはあの事前審査 OK 出たっていうだから本人が出てるに違いないとでしかもねいろんな記者さんとかが集まっているこうブース、まあ、届け出会場はメディアも入ることができるんで、まあ、言ったら届け出してる人の写真とかをバシャバシャ撮ることができるんですよだからいろんなメディアの人たちがここでなんとかひまそらあかねの写真を撮っとこうみたいな、まあ、そういったね、えー、感じではあったんですけども、まあ、最終的にあの代理人の方が来られたってことが判明してほみたいな あの届け出するのって本人じゃなくていいんで、はいまあのー、そういった形ではございましたね。は あちなみに小池都知事の,あの陣営の代理人は都民ファーストの,の事務局とかやってる人でしたね。はい、なんで、まあ、どこの政党が、人が来るのかなみたいなところが一応気になったんですけども、都派系の方が、えー、来られたっていうような、えー、形でございました。はい。まあ、ひるまさらあかねさんといえばね、いろいろコラボ問題で結構ネットとかであのちょっと話題になっている、はい、方になっているんですけども、まあ、この前ね、あの石丸さんとリハックっていう番組で対談して、まあ、そこのね、ひまさらあかねさんのこう言動みたいなところが、ちょっと物議を醸したというか、まあ、 まあ、か,かなり叩かれていたというかむしろがっかりしたっていう、ね、あの思われてる方が結構多かったというかなんかクソ会みたいな感じで言われてるね <laughs> 会があったんですけどもだからね、まあ、この対談の時にももうね突然考えてたのかなとかいろいろ考えちゃいましたね。はい、で一応このひまそらあかねさんにあの取材を申し込まれる方。 はいえっと、そちらに関してはもう全部 DM で本人に送ってくださいという案内だったんで、まあ、これはちょっとメディアすごい苦労するだろうなと今更、はい、さんのいろんな、ね、この情報とかを手に入れるためには DM で送らないといけないんでだ大体、今更さんのか DM に送るとそれが全部宿されるという、はいまあ、そういったあの宿され傾向があるんでこれは、ね、結構いろんな人今更に、ね、あの接触するのは結構苦労するんだろうなとうう思いますね。でもううう人、えっと、坊の坊さんっていう、はい、ちょっとといい歌舞伎町界隈とかのそういった まあ風営法だったりとか、まあそういったね、この歌舞伎町のところで、法律のところでちょっと課題に関ている部分とかに、えー、訴えられている方が一人出てきましたというところです。はいで、一応、構成人数でいくと、N 国系が24名、で、その他がえっと32名というような、えー、形で、だから N 国がで、一応24名出てるんですけど、それが出ていなかったとしても、相当な人数が出てるという、えー、状況でございます。はい なので、まあ、それこそですね、まあ、N 国が出てたんで、会場の外とかね、まあ、こんな助けをかけてる人が大量にいるみたいな、えー、形になっていて、まあ、助けとかもね、こうやって、あの、の中に、まあ、いったら、普通ないですよ。普通ね、同じ政党で、まあ、種類しかないんですけども、えー、同じ政党がね、何人も出ててということで、こういった積み重なった、えー、形になっておりましたと。はい。で、あの、リハーサルがですね、もともと戦艦さんもすごい大変で、 今までこんな校舎出ていなかったんであのー、本当はねあの事前にどういう流れでやるのかってリハーサルやるんですけども行ったら校舎の登録がどんどん毎日出てくるんでこの事前のね受付の書類とかの、まあ、そういったお仕事にも忙殺されてあのリハーサルやることができなかったんですよ。で本番をねぶつけで迎えましてこれがね結構手続きのスピードをちょっと遅いなっていうふうに思っていたんですけどだ校舎が多すぎて。 あの第一声遅れてしまったんですよ例えば蓮舫、まあ、さん陣営とかにすると中野で10時半からやる予定だったんですけども後者、えっと、の立候補できる順番たくじ引きで決まっていて蓮舫さんが23番目だったんですよで23番目でこう10時半までに立候補の届け出がねまだ終わっておらずそれで、まあ、言ったら蓮舫陣営に関しては告知をしたけど何も喋れない時間ただただ手振ったりみたいな、はい、一応だから、えっと、立候補の届け出するまではたつきとかも。 かけれないし、えー、それこそですねあの選挙カーとかもテープとか膜みたいなので一応名前隠さないといけないんですよ。で、えー、そういうのがあったりとかで実際届け出して選挙カーの幕とかあの剥がして「連法っていう、ね、名前を表示することができたんですけどでさらに凱旋表記みたいなところもこの戦艦でもらうんでまあ言ったら 新宿で受け取って中野まで行くまで、そこの時間もまだ演説できないみたいな、そういった状況になるんで、いやそこはね、結構大変だったかなというふうに思います。はい。まあ、校舎が遅すぎて、例えば8時半ぐらいに来られた校舎でも、な2時までね、行ったら届けができなかったりみたいな、えー、ところでね、ここの問題っていうのはちょっとすごかったですね。そして、ポスター枠足りない問題。これがね、ちょっとやばいんですけど、 ま,あのー、まあね先ほどもちょっと生じましたけども、48人までしか選挙ポスターの枠に貼る場所がないんですよ。でもともと48人以上になるんじゃないかという,うに言われていて、なんで戦艦がねこれ増設しなかったのかなってとかも本当、不思議でしょうがないんですけどもあのは、本当は早めに分かりきってたことだったんで、まあ、その状況の中で、まあ、今回、都選挙さんが捉えた対応というのは、 まああのー、ちょっとこういった形で、外にね、もう自分で貼ってくださいっていう、はいまあ、そういったスタイルなんですよ。で、これ、メディアだとであのアクリル板をね、えー、自分で、あのー、欲しい校舎に配って、そこでアクリル板を追加で、えー、どんどん増やしてもらうみたいな報道がされていたんですね。で、いざね、戦艦の人から、い、まあ、ったらメディア向けにこう説明みたいなのがあったんですけども、出てきたのはこれなんですよ。え <laughs> えあちょっとアクリル板じゃないあ でこれはで記者からもね、あの速攻であの、これクリアファイルなんじゃないんですかっていう、そしたら、戦火さんも最初ね、アクリル板って言ってたんですけど、あちょっとまあ,あ、ファイルもどきというか、あのファイルっぽい材質みたいな、なんか、感じのこと言われていて、で最終的に結構ね、この材質はなんですかみたいな、かなり質問があって、もう最終的にクリアファイルっていうところも言われてましたね。はい、なので、一応だから、なんかメディアが最初、アクリル板って報道してたんですけど、これ、メディアが悪くないんですよ。 あくまで、あのー、戦艦さんがアクリル板って言ってたんで、メディア放射だけなんですけど、後で、だからそっから多分修正し始めたって感じです。はい。最初アクリル板って言ってたけど、途中でさすがにこれもメディアの人も、これめちゃくちゃさつ、いや、これアクリル板じゃないでしょみ、みたいな。うすみたいな、えで形言われていてね。はい。で、ここのアクリル板の中に紙を入れて、 はいそしてビニールで雨よけにするというですねこれを、えー、各立候補者に渡されるというで好きな分だけ一応もらえるっていうお話でプラス画鋲とテープがもらえるっていう話なんですけどいやこれはちょっとさすがにもうやばすぎるというか何でこの選択できたのか何でこれでいこうっていう決定ができたのかなっていうかもう不思議でしょうがないというかいやーだからねまあこうやってでこの小林博さんという方がまあこのポスターを実際受け取るシーンみたいなのをメディア向けに公開するみたいな、えー、ことをやられておりましたとはい。 で実際このね、あの、ビニールなんですけど <laughs>、この、ピ <laughs> アパックという、50枚入りのやつが、これ、あの、1 0とか落ちたんですけど、いや、もう、めっちゃ市販のやつじゃん、みたいな。まあ、市販のやつは全然いいんですけど、いや、もうなんか、もっとなんか特殊な硬い材質みたいな、そういった方ではなく、あくまでこの、クリアファイルみたいなのを台紙にして、それを何枚も重ね合わせて貼ってください、みたいな。だから、それも曖昧でね、はい。 しかも最初これ甘いおけのやつなんか配っていなかった人もいたみたいな、そういった話も出ていて、もうほんと天安や,わんやで、いやちょっとこの選挙戦、まあ終わった後ね、訴訟問題になってもおかしくないかなというふうに思います。だから小林博士さんが、もう今回だめちゃくちゃ注目される候補というか、あ、メディアもね、とにかくこれ48番目に貼れなかった人をとにかく取材するみたいな、えー、感じだったんで、まあ小林博士さんの最初のポスト貼りをみんなで取りに行きましょうみたいな大行列みたいなできていて、まあこれはね、小林博士さんの、あのー、 えなんかやられてワンちゃんがね、ちょっと途中で台を出してしまって、それをね、あの、みんなで見守るっていう、メディアが足止め食らうっていう、はい。ワンちゃん優先なんで、それはもちろん。はい。まそういったね、時間も一つございましたっていうえところなんですけども、で、実際、貼られるときに関しては、今日ね、上は貼らないでくださいって案内でした。 で、えー、下がね、ここスペースなかったんですよ、下貼る。なので、横になってしまうっていう、えー、状況の中で、ここで画鋲で貼って、でファイル入れて、最後、まよけっていう、えー、形なんですけど、これね、だからクリアファイルみたいなで入ってると、そもそもポスターで、あのー、もう曇って見えちゃうんですよ。まあ、これがね、かなりひどい状況だなというふうに思いますし、 でもう最終的にもうちゃんと見せるためにはもうファイルとかつけない方がいいんじゃないかっていう話になりましてそこでねあの画びょうを貼ってその後ガムテープで固定するとまっすぐにできる画びょうだけだとねこれまっすぐならないんですけど、えー、ガムテープ貼るとようやくまっすぐに、えー、表示できるみたいなことでやっていてこれが持つのか持たないのか、えー、ここはね注目かなと思っておりますでさらにひどいのがままあね、まあね言ったら、まあ工数がまず出ます貼るのにめっちゃ時間かかります。これ画とととかもやってるんで普通のポスターとは全然違いますと で小林宏さんの場合に関しては元々で業者に頼んでもう、えっと、杉並区と、えー、新宿ここに、えっと、は完全に貼る予定だったらしいんですよ。で、えー、ポスタースあの全、都内全域ではないんですけども、まあ、一部の区とかに集中して貼る予定で業者とかにポスターとかもね実際もう納品とかもしてザ当日もう貼っていきましょうっていう予定だったらしいんですよ。ただ、まあ、それがですねあの業者の方もあのまずだからその ポスター素材みたいなのもらえてないというか、あポスター素材というか、そのあ、だからアクリル版みたいなね、アクリル版もどき、まあ、アクリル版ではファイルがもらえてないみたいなこう状況の中で、あのー、本日できませんで、なんで、まあ、中止になったんですよ、一旦。で、しかも、この業者に関しては他の校舎とも一緒に貼る予定だったんで、で、小林さんに関しては後日になりましたと。で、そうすると、また人員とかも咲かないといけないんで、えー、しかも、法数もね、言ったら、 画鋲貼りとかだと、さらに時間が増えてしまうっていう状況なので、小林さんはさらに、もし業者にお願いするんだったら、さらにお金をね、増やして渡さないといけないってところなんで、ただでさえね、 もうポスター貼ってる場所がただでさえも票が減りそうなね、まあいったいたずらだと思われるような、そういった貼り方をしなくていけなくて、えポスター減るにも状況にかかわらず、さらにね、お金も追加でかかってしまうっていう、もうそういったね、もう二重苦になってしまってるっていうのは、まあこれは本当に大問題だなっていうふうには思ったんで、これは多分法律とか、まあ、そういったところで本当に議論していくような、えー、内容にはなっていくのかなっていうふうには、えー、思っております。はい。 だからねあの49人目以降の方本当にメディアが殺到しておりまして、このホカリジ仁さんという、ねえー、方が殺到を受けたんですけど、ただね49人、49人目のホカリジ仁さんの場合にはあのポスター1枚も貼るつもりありません、<laughs> ポスターそもそもやばいしておりませんみたいな感じなんで、メディアからするとこれ不平等だと思いませんかに急 貼るの大変だなとかそういったこと思いませんかみたいないやそもそも貼る予定ないんでみたいな形であの不穏な空気になるという <laughs> メディアが撮りたい絵が全然撮れない問題というのがこの都庁の中で繰り広げられてましたねはい実はあのー、今回このね49人目以降まあ行ったら、えー、7名、えー、いらっしゃるんですけどもはいでこのあそうだ8名いらっしゃるんですけど8名のうち えっと、3名しかね、貼る予定ないですというふうに言ってたんで、5名の人がそもそも選挙ポスター入れるなんかメディアの方に、えポスター貼ってても意味ありますみたいな方もいらっしゃったんで、だからね、メディアが結構、あの、指導のことルしてるっていうあ。しかもね、小林博しさんに関しては、 あの今回ポスト全然腫れてないいたら通常通り晴れないっていうね被害を受けてるんですけども、まあ、でも戦艦さんにはね一応対応してくださっていやそこに関しては文句言えないですみたいなことを言われていてでかつ首輪だ,だと思いませんかみたいな質問を受けた時にあのいやそれだったらなんかメディアの皆さんがね、まあ、小池都知事そして蓮舫さんで、えー、石丸慎二さん さんこの4人でなんか記者会見みたいやってますよね、他の人全然報酬ないじゃないですか、そっちの方が不平等じゃないですかっていう、これがですね、10分に1回ぐらいね、その展開が繰り広げられておりまして、もうこの小林宏さんの、まあ、言ったら、その、言ったらメディア、今回ね、ポスター貼りが大変だみたいなところは、めっちゃシャッター切られてるんですけども、小林宏さんがこうメディアのね、言ったら報道が全然平等じゃないって言ったときに関しては、もう、ずっとね、シーンとした雰囲気がただれ込むっていう、この小林宏 VS。 大手メディアのこの対決みたいなところもね結構面白かったですねはい。まあ、そんな状況が一つあったんですけどもでねもう一人加藤健一郎さんこれ千葉県知事選挙でも出ていてまあ、過去の選挙の中で一番報道されてるのがもこ加藤健一郎さんなんですよで加藤健一郎さんなんですけどあの僕まあ、記者でねまあ、いろんなまポスター張りできない問題どう思ってんですかみたいな、えー、聞かれていたんですけどもまあ、僕はねみんなね加藤健一郎に対しての質問がゼロなんですよはい 政策とか誰も聞かなくてもう本当にポスター貼り問題しかみんな聞いてないっていう状況の中で僕はねやっぱ気になっておりましたはい千葉県知事選に小池都知事に政見放送でプロポーズするっていうのが話題になったんですよ突如ねいきなり、あのー、千葉県知事選で何も予告とかもなくしかも加藤県知事でポスターとか割と真面目に貼ってるお医者さんだったんで急にその人が小池都知事になんかプロポーズし始めるっていうのが話題になったんですけどえそこについて質問しましたそれがねちょっと返ってきた返答っていうのがあれは本心ではありません 地盤がないのでちょっと利用させていただいた。僕の好きなタイプではないのでというと怒られてしまいますが、立派な方ですよ。大変美しい方ですよ。ただ、性格が気に入らない。僕の趣味ではない。今回の都知事選では触れませんというふうに言われたってとこで、ちょっと僕はショックでしたね。いや、加藤健ちで SNS とかやってないんで、本心で、別にバズろうとしてる方じゃないんでね、本心で隠してるのかなという思いきや、 ただただ利用してたっていうのは、僕はちょっとね、加藤健一郎三熱っていうのは、ちょっと冷めてしまいましたね。はい。 あそういうタイプだったのかみたいな、そういったとこだったんで、一応今回、加藤健一郎さんが栃木選中に小池栃木に、えー、告白するのかっていうのは、一個のちょっとあの注目ポイントだったんですけど、そこはなくなりましたっていうような、えー、形ですね、はいあ。ちなみに後藤輝さんに関しても、はいまあ、こういったポーズで、えー、来られておりまして、まあ、こういった服装で来られておりまして、はい、で基本的にあのメディアの方がね、あのー、言ったらポスター貼り以外にも殺虫する理由っていうのがありまして、まあ、それがあ殺到する理由っていうのが、あの 広告、とにかく新聞広告とかに載せてくださいみたいなところの案内をですねもうみんな走ってもう政策とは一回振さずに広告の説明なんですかみたいなところでみんな走って追いかけるみたいなそういった攻防戦みたいなのも見られましたねはい今ねちょっとまあ全体の都庁の中でのお話をしたんですけども、まあ、その他の動きとしてまして、えっと、小池の地え大勢オンラインでしたねもう演説しないんだっていうふうに、えー、思いましたびっくりしましたはい。 なんかね、まあその理由としてやっぱ翼の塔とか一回なんか様子見したいみたいな、公務優先と、そして翼の塔でそこに恐怖感じてるみたいな、えー、ところで様子見したいみたいなところも一つ言われておりました。で、その中で、 えー、青ヶ島だったりとか小笠原諸島で小池都知事の写真ポスターだけが貼ってあるっていう写真が結構 X とかでも投稿されておりましてこれがバズってるんですよいやこれはちょっと強いなというかまあ言ったら玉格差とか島し部の信仰とかねそういったところを訴えながらそこにポスターが貼られていなかったら本当に大事にしてるんですかみたいなところで言われかねないのでいやちょっとここは強いですよねしかも。 最初の演説、八丈寺まで小池都知事やるっていうのは、もうメッセージ性としても、もう最強だなっていうふうに思いましたね。はい、もうちょっともう広報だったりとか、戦略がもう完璧すぎるというか、で、一方で、えー、蓮舫さんに関してはですね、はい、えー、それこそ野田さんとかがね、えー、来られて演説をしておりましたし、選挙カーはね、えー、蓮舫、あなたと次の東京へとか書かれていて、もう本当に人も、えー、びっしりいらっしゃいましたと。はい。 ものすごく熱気に包まれていて、まあ、それこそ、えー、第一戦隊が枝野さんだった辻元清美さんにいたりとか、そして、えー、市民連合の宇都宮健査前回、都知事選に出られた方ですね、えー、そういった方もい、えー、らっしゃいましたと。で、あのその中で蓮舫が結構訴えてるポイントっていうのが、まあ、政治資金パーティー、まあ、小池さんがね、えー、まだ辞めないというふうにも言われたんで、そこをかなり批判するような、えー、形を言われておりましたね。はい そして、神宮外苑の問題について、その記者会見から、小池都知事がね、い、まあ、ったら明治神宮の内苑の方も原生林だみたいなことを言ってしまって、それが事実と違うというところなので、まあ、そこに対して、今、蓮舫さんがめちゃくちゃ追及て、そんなことも知らずに、なんかこの政策について語ってたんですかみたいなところで、まあ、ちょっとね、蓮舫さん、神宮外苑、だから、ね、結構、あの、元々神宮外苑と神宮内苑を混同させるような、 まあそういったね訴えをしてで蓮舫さんの,あの投稿っていうのがこれ事実と違うみたいなところ結構コミュニティノートに、えー、書かれたりとかもしていて神宮外苑のところは結構批判されてたんですけども逆に小池都知事がこの、えー、記者会見の中で間違えたことによって今蓮舫さんがそこについてガンガン追及してるっていう、えー、ところなのでやっ,やっぱ討論会出てくるとやっぱ蓮舫さんね強いなっていう。 何だろう討論会の中ではというよりも終わった後に矛盾が1つに1個2個、ね、小池都知事の失点ポイントみたいに出てくるとそこもどんどんついていくっていうでそれを演説にどんどんん盛り込んでいくっていう,もうそこの速さみたいなのはありますしほうさんやっぱ強い候補だなという,ふうに思いましたね。はい いやもう政治資金パーティーとかから言われてましてね、はいで。しかもね、中で、都知事っていう権力を持ってる人はやっちゃダメですみたいなことも言われていて、あのー、だ全員には言ってないです。都知事って権力を持ちながらパーティーやるのはダメだ。だから立憲民主党の人は今、パーティーやってる人いるんですよ。今、しかも幹部だけはやっちゃダメっていうルールなんで、あの別に幹部以外の人もや,やってたんですよ。はい、で、その中で、あのー、ブーメランにならないような形で、あのー、都知事っていう、ね、権力を持った人がやっちゃいけないみたいな、そういった言い方もしてましたね。はい あと、まあ、演説場所は中野だったり新宿とは、やっぱ中央線沿いが多すぎるなというふうに思っていて、そもそも立憲だったり、リベラルが強いエリアを中心に演説をやれてるっていうのは、ちょっと気になりましたね。だから、他のエリア行かないもっとね、なんか奥多摩だったりとか、それこそ、 あの八丈島小池都知事が行くみたいにさっきそっち取らないんだっていうだからね最初に来るのまあ清水邦明さんもね八丈島行くっていうお話ありますけどもはいあのー、そこのね島しょ部に関してはかなり出られるのかなっていうふうには小池都知事の票がかなり出てくるかなっていうふうには思っております。あちなみにだからねあの青ヶ島とか小笠原諸島とか、まあ、蓮舫さんのポスト貼られてないんですよ。でこれなんでなのかなってこれ完全に僕の憶測というか推測であるんですけど。 あの松原仁さんの選挙区だったんですよ、もともと、この東京3区っていうのは。で、松原仁さんを、い、まあ、ったら、今回蓮舫さん活躍手,手塚さんとかがトレンド会長で、松原仁さんが東京26区っていうね、別の選挙区にここに出たいっていうふうに言ったときに、そこを認めなかったんですよ。いったら目黒区含まれてるとこで、い、まあ、ったら蓮舫さんに譲りたいみたいな、そういった思惑もあって、松原仁さんがね、東京26区に出たいって言ってもかかわらず、なかなか購入は絶えずに、松原仁さんが離党してしまったんですよ。 はい、立憲から離れてしまって、まあ、そういった影響もあってだからもともとね、まあ、小笠原諸島だったりとか八丈島とかに松葉にさん講演者とかいたと思うんですけど、まあ、その方々がもしかしたらこれ協力してないんじゃないかなっていう。 ふうに見たから、だからこんなに遅いのかなっていうふうに、ちょっと見てたりもしてます。これ、すみません、全く、あの、完全に僕の予想です。何にも売らないですし、はい。ところなんですけど、いや、ちょっとだって、えー、立憲とかに関してはね、野党なんて組織あるんで、別にだって、島とかに共産党の議員さんとかもね、あの例えば、豊島とかにもいらっしゃったりとかもするんで、まあ、青ヶ島はちょっとどうなのかわかんないんですけど、あのー、こういったね、ところが晴れていないっていうのは、これ、松原人さんの影響も、なんかなくはないんじゃないかなっていうふうに見てて思いました。はい。 だとね、石丸さん、えー、石丸さんに関しては、えっ、ー、と、ドトールの、えー、鳥羽会長が、もう実際、えー、第一声とか入られましたね。はい。もう、石丸さん、ドトールの本社前でも演説したりとか、えー、してるってところで、もう完全裏でね、資金だけ提供するっていう感じではなく、完全に入ってきてますね。はい。 いや、なので、今後どういった応援列車がどんどん増えていくのか、ここはね、ちょっと注目かなと思ってます。はい。初日は一貝恵比寿、表参道というところで、まあ、結構、第3局が今日、伸びややすい、まあ、維新が結構取れるえ場所とかはね、港区だったりとか、はい。そういったところを結構出してきたなというふうには思ったんで、まあ、この後、まあ、東京全域どういう活動をしていくのか注目でございます。はい。そして、玉神さん。玉神さんも、デビュー夫人がね、2014年応援入ってもらったんですけども、10年ぶりにまた応援入られておりましたね。そして、参政党が今回、 政党としてて入ってないんですけど神谷壮平代表だったりとか、えー、東京15号線で、あのー、立候補されていた参政党で出ていた吉川里奈さんとか、まあ、参政党はかなり田茂神さんの方に入っているというような、えー、形ですので、まあ、東京15号線では参政党を田茂神さんを応援したんですけども田茂神さんに関しては完全にもう参政党が入っていくるんだろうなというふうには、えー、ちょっと見てて取れましたね。はいまあ、そんな状況の中で、えー、展開されていくわけなんですけどもで、ね、もう1個ちょっと話題になっていたのが河合祐介さん。はい あのジョーカー議員としてね、有名な方になっているんですけども、この河合祐介さんがまあ、言ったらですね、ちょっとポスターの方を貼っていて、これがね、まあ、言ったらもうほぼ前代に見えるような、まあ、そういったポスターを貼っていたと。はいこれは女性のねはい方のやつをまあ、言ったら、 もう部分部分ね、まあ、言ったら顔みたいに載せてあの、本当に全面あの公開されてるわけじゃないんですけどもあの、ほぼ見えるような、裸に見えるような写真を貼ってたってことで、これがね、警視庁から警告を受けました。河、は、合、いあのー、さんは一応、表現の自由を、ね、守るみたいなえ重要性を主張するためにそういったことをやったっていうふうに言ってるんですけども、えこれが一応、公職選挙法的にいくと、選挙ポスターって、 結構自由なんですよ言ったら、えー、自分の顔じゃないやつ乗っけてもいいし、まあ、虚偽とかじゃなければ何を乗せてもいいみたいな感じなんですけども一応今回に関しては迷惑防止条例違反っていう高専法ではない条例違反の方からいやちょっとこれは剥がしてくださいみたいなそういった案内があったってことなので河井さんに関してはもう完全に、えー、差し替えるというような今動きを見せられているという、えー、状況でございますでそんな中で会社さんに協力したレースクイーンなので活躍する桜井美優さんという、ね、方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方の、まあ、言ったらポスターって っていうのを、ねまあ、最終的に問題になっておりますと。で、この方がです、ね、もう名もなきイメージがあると降板しました、だからえ今回、河合裕介さんのポスターに協力したことによって、まあ、これがです、ね、降板まで、えー、なってしまうというのは、だから、ね、ちょっと気軽に選挙に踏み込みすぎると、まあ、こういったことになってしまうというのが、まあ、一つ恐ろしかったかなというふうには、えー、思っ河合裕介議員は元とも埼玉県の、えー、総加市議やってたんですけども、これがな、はいえー、くなりましたところですね。はい だからね、あの選挙区っていうか、ね、マスクマンみたいな、黄色のね、映画の、なんかマスクのね、あのー、形で、あのー、新キャラみたいな言ってたんですけども、まあ、国事日に関しては完全にジョーカーみたいな感じで来てたんで、ちょっと動機的にはよくわかんないなっていうふうには見てて思ってます。はい。で、ポスターの全体の感じ。だからね、ちょっとすいません、河合すけさんの写真に関しては、えー、ちょっと今、オレンジマークで隠させていただいてるんですけども、これね、だから今、あのー、配信者泣かせになっておりまして、これ、 裸を映してしまうと、これ AI とかに反映されて、あ、バンされる可能性があるらしいんですね。なので、なんか N 国のツイキャスやってる方とかが、まあおすすめ表示されなくなってしまったみたいなところも投稿されていたりとか、教えるっていう状況の中で、今これがね、急いで、あのー 変えられれてていいいるのででこれがどうなっていくのかっていう注目でございます、はい、でそしてね、まあ、NHK 等のポスターが大量に貼られているというような、えー、状況の中で、まあ、各エリアによって、そこのポスター何十枚も、これ、寄付を募って、お金払えば、あなたの視聴者いポスター貼ることができますよっていうあ、内やっていたんですけども、まあ、今後、このポスターの規制だったりとか、そういったところが進んでいくかもしれないですし、はい。 これが、まあ、全国で、まあ全えー、東京都内の、ねまあ、いろんなポスターが増えていくと思うんで、そこも、えー、今回話題になっておりましたけども、今後も注目かなと思っております。はい。すみませ写真撮って畠山さんも写ってるんですけども、はい、えー。そんな状況です。で、ちなみにちょっと告知なんですけども、はい。えー、東京都知事選を100倍楽しむ視点を教えますということで、えー、ニューズビックスさんから、はい、えーとー。ちょっと取材をいただきまして、はい。こちら、えー、記事書いておりますので、概要欄に URL 貼っとこうと思いますので、えー、ぜひご覧いただければと思っております。はい。 とということで、ね、まあちょっとこのあとあのー、本当に今回序盤がまあいったらえー、小池都知事蓮舫さん石丸さんだったりそういったメンバーで盛り上がっていくのかなって思いきやちょっと違うなんかトースポさんが活躍するようなまあそういった都知事選になってきたのかなというふに思うんでおそらくこの3日間に関しては。 まあ少なくとも土日までに関しては、まあそこが中心でちょっと展開されていくのかなという風に思っておりまして、まだでも都知事選17日間あるんで、多分このポスターもどっかで飽きられると思うんですよ。まあその後にもっと政策的なね、えー、論争とかがもっと繰り広げられていくのかなという風に思っておりますので、えー、ちょっと注目していきたいなと思っております。はい。で、ちょっと都庁での取材に関しては、もっとね、いろいろお話できることあるんですけども、えー、こちらまた、えー、後日ちょっと紹介したいなと思っております。ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。